と前から家を守ろうとする兄がいる、魂を守ろうとする弟がいる。そんな二人の絆を見守る姫がいる。乱世は突然彼らに過酷な決断を突きつける。兄真田信之が選ぶ道とは。絆の書。さすが徳川大軍だな。だが羽柴から三成、上杉から兼継が駆けつけてくれる。私は真田信之、ご尊命を伺おう。本多忠勝が娘いな。戦場にて。稲殿か。逃しはせぬか。さすがよな。いな、やめよ。ですが、最悪は高度を失うわ。猪本の損失。世はいつまでも乱世ではない。いずれ太平の世となった時に、猪本を背負って立つ若い力がいる。それが誰の天下であれな。いささか気が強い娘だが、気立てよし、気量よし。お主にどうだ。は、あの殿。まだまだ死ぬわけにはいかぬようだ。太平の世を築くまで。三成殿、兼継殿、ご助力感謝いたします。礼など無用。我らは義の同士、助け合うのは当然だな。三成、俺は同士になった覚えはない。ともあれ、徳川を撃退できてよかった。家康の存在は秀吉様にとって邪魔にしかならぬ。雪村、お前たち真田はこれからも徳川を牽制してくれ。はい、真田を助けていただいた恩もあります。被災ながらこれからもお力になれれば。おお、この恩のために終生義に尽くしてくれるのか。雪村、お前は立派な犠牲士だな。雪村、俺はお前を恩で縛るつもりはない。ただお前の言葉はその嬉しく思う。素直になったな三成。いいぞ、お前も紛れもない犠牲者だ。雪村、お前の兄の信之とも親しくなれればと思う。後で紹介してくれ。はい、兄もきっとお二方とうまくやっていけると思います。兄上、
そして姉上、改めてご結婚おめでとうございます。ありがとう雪村。だがまさかイナと結婚するとは思わなかった。いいえ、イナはあの出会いの時から予感していました。この方とはもしかしたらと。なんと。ならばあの時の私はとんだ邪魔者でした。途中で割って入って面目ない。いや、雪村が来てくれてよかった。あのままだったら討ち取られていたかもしれぬ。お二人とも何を冗談だ。イナが来てくれて真田の家は明るくなった。ええ、私も兄上も笑うことが多くなりました。信行様、雪村。さて、戦の前に長居をしてもお邪魔ですね。私はそろそろ失礼いたします。雪村、私が結婚しようが真田は真田、いつでも帰ってくるがいい。天下統一となったらみんなでお祝いをしましょう。雪村、くれぐれも気をつけて。はい、ありがとうございます。兄上たちもどうぞご油断なきよう。信行、豊臣の世はいずれ崩壊する。三成の小田原攻めを見て確信した。何十万の兵を動員し敵を屈服させる、さような芸と秀吉殿にしかできぬ。そして秀吉殿にはいまだ確たる世継ぎがおられぬ。秀吉殿の考えを理解できる者もそばにおらぬ。しかし秀吉様には子がいもおります。またご養子なれど秀次様もおわしますれば。秀次殿や子がいがまとまっておるのも秀吉殿、利家殿あればこそ。お二人なくばわしの目指す太平は一代限りのものではない。治めぬ者が変わろうと何代も続かねばならぬ。そんな世のためならばわしは悪人にでも狸にでもなろう。信行、お主にその覚悟はあろうか。わしが立たば豊臣と敵対することになる。豊臣に親しき雪村はわしにつくと思うか。雪村という男のことはお主が一番知っていよう。無理強いはせぬ。兄弟揃ってわしと戦っても構わぬ。だが稲の婿とて容赦はせぬぞ。わしはわしの代で最後にしたいのだ。親兄弟が争い殺し合う乱世を。家康様、私も覚悟を決めました。もし徳川と豊臣が争うことになれば、私は徳川につき雪村と戦います。仲良き兄弟を相争わせようとはわしも悪人よ。恨んでくれて構わぬぞ信行。今ならまだ間に合います。本当は雪村と共に戦いたいはず。イナを妻としたことが理由で雪村とたもとを分かつのなら離縁してください。友三成や弟雪村と組み
家康様と戦うか私にはできない。この乱世を治められるのは家康様だ。稲のことがなくとも私は徳川方についただろう。私は弟を捨て保身に走る卑怯者と蔑まれても構わない。違います、信行様は卑怯者ではありません。誰よりも雪村のことを愛している、優しい。もうあの頃の私ではないのだ。お前の目の前にいるのは家康様の将真田信行、そしてあの頃の雪村もいない。今我らの目の前にいるのは家康様の敵真田幸村。行こう稲、上田城を抜き秀忠様と共に関ヶ原へ参陣せねば。信行様、兄上、いかようにも。敵将討ち取ったり。兄上。雪村、あとは私たちに任せて。モノノフの魂を捨てよ雪村。一息ついたら立とう、いいな。休む間もなく馬を走らせれば間に合う。秀忠様のお許しを得て我らは先行するのだ。必ず決戦に参戦し功を立てねば。信行様がなぜこんな無茶をするのか稲には分かっています。関ヶ原の功を持って雪村の除名をお願いするのですね。とうまくいきます。謹慎処分ぐらいはあるとは思いますが、命は許してくださるでしょう。雪村の謹慎が解けて帰ってくるその日まで真田の家を二人で守っていきましょう。かなわないな稲には。信行様、そろそろ行こう稲。天下の功を盾に。これは姉上、わざわざこんなところまでようこそお越しくださいました。雪村、ちょっとやつれたみたい。ちゃんと食べていますか？はい、食料も金も十分すぎるほど兄上よりいただいております。快適すぎるぐらいです。そう、よかったわ。信行様も本当はあなたに会いたいだろうけど。兄上の立場も分かっております。お気になさらぬようお伝えください。雪村、その信行様の言葉通り武器は捨てたの？はい、私は兄上に敗れ許された身。大それたことはもう考えてはおりません。何もしていなくても不自由なく暮らせますし、いや、むしろ永遠にここで暮らしていたいくらいです。雪村ったら、怠けろとは言ってませんよ。これは帰ってきたら厳しく鍛え直さないと。お手柔らかにお願いします。でも、
安心したわ。おとなしくしていれば殿も許してくださいます。あなたが帰ってくるまで真田は私たちが守るから。雪村、もうしばらくの辛抱よ。はっ、兄上にもよろしくお伝えください。必ずまた遊びに参りますと。兄上、姉上、お許しください。もののふの魂、捨てられませんでした。信行、雪村を許すことはもはや。心得ております。わしを恨むなら恨むがよい。恨みませぬ。これも末永く続く太平のためなれば。うん、その気迫あらば雪村に遅れを取ることはなかろう。もはや我が陣営に隙はなし。豊臣に劣るものもなし。いざ天下太平の総仕上げと参ろうぞ。雪村は私が撃ちます。いいな、いいんだ。私も雪村もとうの昔に覚悟はできている。でも私は泣かない。下を向かない。自分が目指すもののために堂々と雪村に勝負を挑む。いな、今までよく私たちのために尽くしてくれた。お前の笑顔に私も雪村も何度も救われた。だからそんな沈んだ顔をするな。いつものように微笑んでくれ。信行様、行こう。雪村が待っている。ようやく帰ってきたか。いつでも来いと言っていたのに。笑おう、いいな。見ろ、雪村が笑っている。